絶望的な状況となってきたようです。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、本日のテーマは、インフレ削減法が予定通り施行されそうで絶望する隣国をお送りします。例外措置がなく絶望する隣国。日本の隣国は、米国のインフレ削減法により自国で生産した電気自動車に補助金がつかなくなるとして猛反対しています。そして例外措置を設けて補助金を支給するようにとロビー活動を続けてきました。しかし、イエレン米国財務長官が法に基づいて施行するという方針を発表したことで、彼らは絶望しているようです。今回はそうした報道と日韓の人々の反応をご紹介します。2022年10月24日のブルームバーグ通信によると、イエレン財務長官が各国の記者団に対し、隣国や欧州側からの懸念の声は多く聞いたし考慮したが、インフレ削減法は法案通りに施行しなければいけない。ただし今は関連規定の成文化作業の初期段階だ。私は隣国や欧州側の懸念を聞いて、規定履行過程で何か実行可能な範囲内にあるのかを検討することを約束すると述べた。インフレ削減法によれば、北米で最終的に組み立てられる電気自動車に限り、今年は税額控除を受けることができる。ただし来年以降は、米国で生産されたバッテリー部品と革新鉱物を一定比率以上使用するなどの追加条件も満たす必要がある。ヒョンデ自動車やキア自動車は現在、アイオニック5、EV6 などの電気自動車を全て我が国の国内で生産している。このため、今後数年間は1台あたり最大$7,500、約110万円の電気自動車の補助金を受けることはできない。そのためヒョンデグループは今年5月、$55億を投資してジョージア州サバンナに最初の電気自動車工場を設立することを発表した。工場は来年上半期から本格的な工事に入り、2025年に稼働する予定だ。チョン・ウィソン・ヒョンデグループ会長が出席し、25日に工場着工式が開かれる予定となっている。こうした具体的な計画があるため、我が国は米国に対して例外措置として補助金を受け取れるようにすべきだと求めてきた。米国財務省はインフレ削減法の具体的な内容を規定するための指針制定作業を進行中だ。しかし法案によると、財務省指針の自由裁量権は大きくないという評価が専門家から出ている。つまり、我が国の電気自動車に対する特別扱いは望めないということだ。以上が報道内容です。これまで隣国は新規に工場を建てるから、それが稼働するまでの間、例外措置として補助金を支給してほしいと米国に呼びかけていました。しかし今回のイエレン財務長官の発言は、例外を認めないと取れるものです。彼らの国は補助金がなければ優位性がないため、売上は大きく下がってしまいます。実際、最近彼らのシェアはどんどん下がっており、このまま補助金が出なければまさに致命的です。こうした報道には人々から多くの声が寄せられていましたのでご紹介します。日本の反応。これは当たり前のことだよ。アメリカは何も隣国を目の敵にしているから、彼らの車を一車種も税制優遇の対象にしなかったというわけじゃない。アメリカ企業が海外の工場で作ってもダメなんだから、別に彼らを冷遇しているわけではないということ。設定した基準がまずあり、それを当てはめた結果そうなったというだけ。ロビー活動で法案をひっくり返そうなんて、法やルールを軽んじる彼ららしいやり方だな。バイデン大統領をはじめ米政府高官に頼めば、配慮して彼らの車を優遇対象に入れてもらえると思ってる。自分の国ならそれが通るから、アメリカも同じようにやってくれるはずだと勘違いしてるんだろう。先進国だ、実質 G8 国だ、もう日本を超えたと自称して誇る前に、そういう意識を改めて法治を徹底しない限り、本当の先進国とは言えない。何でもかんでも差別に結びつけようとするのは彼らの悪い癖。対アジアという側面は実際にあるだろうけど、アメリカは同じ白人圏のヨーロッパにも普通に厳しいよ。フォルクスワーゲンなんかも結構ひどい目に遭ってるしね。それにこの政策は中国産のバッテリーを排除するのが狙いで、それ自体は真っ当な理由であるはず。アメリカに自国の産業を保護するなとは言えないだろう。
インフレ削減法は別に彼らの EV だけを狙い撃ちするために作られた法律ではない。米国で組み立てることとリチウムなどバッテリー素材の中国依存度を下げるという規定は欧州車にも日本車にも適用されている。特に彼らの EV の場合、後者の条件を満たすのが現状困難なのだろうけど、それなら他国から調達すればいいだけ。インフレ削減法はアメリカ国民の血税を投じて的確な EV に1台あたり7500ドルもの優遇をするんだから、中国依存度の高いバッテリー搭載の EV に例外規定は適用できない。イエレン財務長官は通貨スワップをめぐっても彼らだけを特別扱いはできないと再三要請を断っている。正直同国の厚かましさに辟易としていると思うけどね。アメリカ政府はアメリカ議会の制定したインフレ削減法を適正に執行する。当たり前の話。彼らがアメリカ政府にロビー活動すれば、法を曲げて隣国製造の EV も優遇補助金の対象にできると考える方がどうかしている。彼らの常識は米欧日の法治主義とは相入れない。まあ彼らの常識は世界の非常識は今に始まったことではないね。インフレ削減法は結構露骨な保護法だという人もいるようだけど、各国とも自国の産業を守るためにいろいろな策を講じるもの。日本の企業も現地生産に切り替えたりして対応してきた。自国が優遇されないとすぐ差別だとか被害だとか騒ぐのは、例のホワイト国除外騒ぎを彷彿させるもので、あまり感心しないね。これは彼らから直接聞いたけど、彼らの国では米国は自分たちを特別扱いするのが当たり前って風潮があるらしい。米国は共産圏の防波堤に自分たちを利用しているのだからって理屈らしい。そんなこと言ってるから全方向で信頼をなくすんだと思うけどな。対応策なんて簡単なんだよ。アメリカ市場から撤退すればいいだけ。でもそれができないから悩んでるんだよね。それならやっぱり米国が言うことに従わないとね。あれも嫌、これも嫌では世界では通じないよ。アメリカの政策に合わせればいいものを中国が怖くて同盟国たるアメリカに合わせられない。だったらアメリカの補助金は諦めるべき。それなのに両方とものメリットを得ようとするから世界に嫌われるんだよ。もうコウモリ外交は時代遅れになっているぞ。まあ海外に生産拠点を移すというのは組合が許すはずがないからね。そう考えると企業は大変だな。特に隣国は政府も積極的に絡んでくるから考慮するべきポイントが多すぎる。ヒョンデ自動車は労働組合とさらに交渉して米国現地生産比率を上げるしかない。自動車バッテリーは GM やフォードも困っているので、米国政府と交渉して余地があるのはそっちの分野かもね。例えば GM とホンダが共同で作るギガファクトリーの正極素材は LG 化学製だしね。経済基盤が輸出に頼る国は外国の動きに常に影響され神経質になるしかない。世界情勢に左右されず安定した経営をしていくには今の体制をまず変えた方がいいんじゃないかな。結果的に隣国の自動車産業は米国生産になるだろうね。なんだかんだ言っても米国市場は大切だし、そこを切れるほど他の市場でなんとかなっている状況じゃない。でもそうなると中国のバッテリーとか使えなくなるから困るだろうな。やっぱり中長期的に見ると彼らの自動車はもうおしまいなんだろう。アメリカとやり合えばいい。アメリカの国内法を変えられると思ったら大間違い。大騒ぎをしても変えられないものはある。何でも自分たちの思い通りに行くわけではないぞ。なぜルールを遵守せず抜け穴を探そうとするのか。なぜ自国だけを優先させ例外になるように働きかけるのか。この体質がある限り関係は結びたくないし、先進国にはなれないだろうね。もうすでに彼らの車は米国市場での信頼とブランドイメージでガタ落ちなんだから、もう米国から手を引いて中国国内に工場を建て増しして向こうでのシェア拡大狙うといいよ。民主主義国家の大前提として法律は施行されるのが当然。今回のインフレ削減法については仕方がない面があります。アメリカにはアメリカの事情があるからです。法案の施行に伴う関連規定を決める際、隣国の要望が多少通る可能性もありますが、条件の緩和がせいぜいでしょう。
結局は中国の部品、素材比率の高いバッテリーをどうにかしなければ状況は変わりません。米国は基本的には議会主導です。バイデン大統領の意向だけで決まるわけでもありません。民主主義国家の大前提として、法律は施行されるのが当然です。それを他国が騒いで止めたり、例外措置を作ろうとするのは内政干渉となります。出来上がろうとしているルールをもとに、その中で自分たちはどう行動していくのがいいのかと考えて実行していく方がよっぽど建設的です。現在の予定では、インフレ削減法は2023年1月に実行予定です。あなたはこうしたインフレ削減法が予定通り施行されそうなことについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。